パパイン様プロテアーゼはコロナウイルスの複製に不可欠なシステインプロテアーゼで CA グループペプチダーゼに属する。パパイン様プロテアーゼの主な機能はウイルスのポリタンパク質を強調して処理することである。ただし、プルプロにはコロナウイルスの回避を助けるために宿主細胞のタンパク質から指きちんとイスグ15を除去するという不可的な機能がある。これらの理由から プルプロは SARS 株に対する抗ウイルス剤の研究における治療標的となっている。この画像は SARS 株ウイルスのポリタンパク質がそれぞれの NSP に分割されている様子を示している。プルプロがシュドメイン、ナブドメインと共に配置されている NSP3 を詳細に示している。SARS 株のパパインサマプロテアーゼは316個のアミノ酸モノマーで 4つの異なる構造ドメインから構成されており、広げた右手構造を形成している。そのうち3つのドメインは、サム、パーム、フィンガードメインと呼ばれ、4つ目のドメインは、指基チン様ドメインと呼ばれている。プルプロのカルボキシル末端にはュドが続き、アミノ末端にはナブが続く。これらは、プルプロに隣接するドメインで、サーズ下株の非構造タンパク質のゲノムやプロテオームに、 属しているが、プルプロには含まれていない。具体的には、プルプロ複合体は213桁の膜関連タンパク質であるサーズ株 NSP3 のアミノ酸1541と1856の間に位置している。プルプロポリペプチドさの最初の62アミノ酸がブルドメインを形成する。これは他の3つのドメインとは別の N 末端ドメインで、 指基地んタンパク質と非常によく似た二次構造をとっている。サムドメインは4本のアルファヘリックスで、パームドメインは6本鎖ベータシートで、フィンガードメインは4本鎖のねじれた逆平行、ベータシートで構成されている。サーズ下部のプルプロの全体的な構造は、サーズス -2 のプルプロと83%一致することが示されているが、いくつかの違いがある。 例えば、ブルドメインのアミノ酸数は62個ではなく60個であり、サムドメインは4個ではなく6個のアルファーヘリックスで構成されている。しかし、一方で、酵素の活性部位のすべての重要な残機は、プルプロの両方の形態感で不変である。1列目、サーズブマイナス2と、サーズブアシュの両方のパパインサマプロテアーゼの構造で、2列目は、指きちン基質を加えた。 三列目は、急ぐ15気質を加えたプルプロの構造。プルプロの活性部位は、システイン、ヒスチジン、アスパラギン酸からなる、共通の触媒酸残機で構成されている。システイン残機は、サムドメインの α4 ヘリックスの基部にあり、パームドメインの基部にある、ヒスチジン残機から3.7離れたところにあり、BL2 として知られる柔軟なループに隣接している。 このループは6アミノ酸から構成されている。また、アスパラギン酸残機はヒスチジン残機から2.7離れている。フィンガードメインには4つのシステイン残機を持つ2つのベータヘアピンも見られる。これらの残機は4面体の幾何学結合を亜オンと調整し、亜ン結合サブドメインを形成する役割を果たす。亜鉛結合を形成するプルプロのこの能力は、 プロテアーゼ活性とその構造の完全性の維持に不可欠である。一般にプルプロの3次構造は u s p 7や u s p 1 4などの u s p と非常によく似ている。左から右へアミノ酸、システイン、ヒスチジン、アスパラギン酸。これらはパパイン様プロテアーゼの活性中心の触媒酸、残機を構成する3つのアミノ酸である。プルプロは ポリペプチド左中に多数のシステイン残機を持つ、わずかに塩基性の液水溶性で高反応性のプロテアーゼである。すなわち、主差を構成する316残機のうち、11残機がシステインである。これらのうち、一つは活性中心の触媒システインであり、他の四つはアエニオンとの結合を調整する役割を担っている。さらに、触媒システインは、 触媒酸残機の中で最も反応性の高い残機であると考えられ、プロテアーゼの構造的及び機能的コンフォメーションにおけるこのアミノ酸の重要性は明らかである。酵素の活性部位は他の種類のプルプロや触媒システインを持つ他のプロテアーゼとも非常によく似た科学的性質を持っている。ほとんどの場合、触媒システインは嗅覚性残機として働き、 ヒスチジンは酸塩気体に類似し、アスパラギン酸はシステインの脱プロトン化を促進する。コロナウイルスの複製はウイルスゲノムの完全な保護を常に意味する複雑な機構が関与する高度に洗練されたプロセスである。複製タンパク質の合成は ORF1A と OFAB がリボソーム機構によって翻訳されることで開始され。 ピアニッシュも 1A とピアニッシュも 1AB という二つのポリタンパク質が生成される。この二つのポリタンパク質はウイルスにコードされた二つのシステインプロテアーゼであるパパイン様プロテアーゼと3、キモトリップシン様プロテアーゼによって処理される。プルプロドメインは非構造タンパク質3の一部としてコードされ、非構造タンパク質1よび2を処理する。一方、 サンクルプロは NSP5 の一部であり、残りの12種類の非構造タンパク質を処理する。これらの NSP の生成が完了すると、NSP は、宿主の膜上で、ウイルス複製複合体を組み立て、ウイルスゲノムの複製と転写を開始する。サーズ株にパパイン様プロテアーゼの触媒サイクル。このサイクルは、1から6までの番号がついた円で示された6つの、 構造的ステップで構成され、最初のステップは E、最後のステップは EQ である。SARS ブプルプロはシステインプロテアーゼの触媒サイクルを通じて機能する。このサイクルではサイズ112が吸覚剤として機能し、ヒズ273が三塩基機能を担い、最後に ASP287 がヒスチジンとペアになって、 システインの脱プロトン化を形成して促進される。サイズ112のプロトン化が気質への嗅覚攻撃に先行するかどうかは科学界でまだ分かっていない。また、反応性のある嗅覚種がチオールマイナスヒスチジンのチオールイオンなのか、またはリガンドと反応後にチオニウムイオンが生成されるセリンペプチダーゼと同様のメカニズムで作用する。 中性電化のチオールなのかについても不明である。最初のステップ E では、SARS カブプルプロの触媒残機は水素結合によって結合しており、比較的短い距離で分離されている。この事実は、プロトン化したサイズ112がヒズ273と平行状態にあり、一方で、気質との結合によって反応性チオールが平行状態になるという可能性を示す。 しかし、気質が結合して複合体 ES を形成する際にサイズ112の脱プロトン化が起こる可能性は否定されていない。次のステップではサイズ112チオールがペプチド結合のカルボニルマイナスカーボネートと反応し負に帯電した四面体の中間体が形成される。この四面体の中間体は トリプトファン残機を持つオキソアニオンで構成されており、生、化学的機質が結合する酵素プルプロの活性部位に、ある隣接するオキソアニオンホールの存在によって安定化されている。アスパラギンなどの他の残機は、コロナウイルスの PLP2 に共通して存在し、オキソアニオンホールの安定化にも寄与している。次のチオエステル中間体 F は、 シーマッタンのアミドの除去とペプチド結合の破壊により形成される。チオエステルのカルボニル炭素に水分子が加わると、負に帯電した第二の四面体中間体 Ti-2 または FQ が形成される。サイクルのこの時点でプルプロの活性部位にあるオキソアニオンホールによって Ti-2 オキソアニオンの安定化が再び起こる。第5段階では、 4面体の中間体からシステインが切断され、N 末端の EEQ カルボン酸が形成される。このカルボン酸は、形成された酸のカルボニル炭素と TRP107 の窒素との間の水素結合を介して、プルプロの活性部位に一時的に配置される。最後に、切断されたペプチドの N 末端を除去することで、プルプロの触媒サイクルが完了する。最終生物。 Q が活性部位から放出され、その結果、酵素 E が再生される。プルプロの触媒ドメインの分子構造は、広げた右手が N 末ンで、指きちん様ドメインに結合して構成されている。プルプロの構造は、脱指きちん化酵素の構造と似ている。さらに、プルプロの酵素活性のインビトロ特性評価によって、このタンパク質様プロテアーゼは指きちん及びブルの イスグ15タンパク質を認識して加水分解することが分かった。指とイスグ15はどちらもウイルス感染に対する宿主の自然免疫系の免疫応答のシグナル伝達において重要な役割を果たしており、これらの欠如はウイルス増殖に有利に働くことが分かっている。サーズ株 NSP3 は RNA 複製に関与する213桁のポリペプチドであり、 Nsp3a から Nsp3g までの7つのドメインから構成されている。Nsp3 の N 末端領域はほとんどのコロナウイルスで完全に保存されている。Nsp3d はピアニッシも 1a とピアニッシも 1ab を処理するパパイン様プロテアーゼである。この領域には球状の指キチン様ホールドに続いてグルタミン酸に富むな酸性ドメインと NSP3 ビットには ADP リボース -1 ホスホターゼドメインが含まれている。SARS、カブプルプロの触媒ドメインと NSP3 は小胞体の膜に位置しており、ほとんどのドメインは細胞質に存在する。このドメインは複数の触媒活性のある酵素、膜貫通型ドメイン及び機能がまだ解明されていないドメインに隣接してみられる。 急性呼吸器症候群を引き起こす最初のコロナウイルスは2002年に中国の関東省で発生した。この事実は同ウイルスの感染症に対する治療法を研究するきっかけとなった。しかし、SARS 株パンデミックでは8500人以上が感染し、推定約800人が死亡し、世界経済に数十億ドルの損失を与えたにもかかわらず、 サーズ株感染症を治療するための臨床的に証明された抗ウイルス剤、ワクチン、モノクローナル抗体療法はまだ存在していない。一方、コロナウイルスの複製に不可欠なパパイン様プロテアーゼタンパク質は、その二重の機能性からウイルスの複製を阻害し、感染症の致死率を低下させる抗ウイルス剤の開発における重要な標的である。この観点から、 ほとんどの研究は、SARS 株プルプロの構造と機能、及びコロナウイルスの複製複合体の生合成における、プルプロの重要な役割の詳細な理解に向けられている。さらに、SARS 株マイナス2と SARS 株プルプロには多くの類似した特徴があることから、SARS 株プルプロ阻害剤の研究を進めることは、 COVID-19 に対して可能な治療法を研究する上での確かな出発点になると考えられる。一般に、酵素阻害剤とは、酵素に結合して、その活性を低下させる分子のことであり、SARS、カブプルプロの場合、このタンパク質の阻害剤として機能する可能性のある様々な産物や化合物を見つけるために、いくつかの研究が行われてきた。各阻害剤は、 IC50 値によって、酵素との親和性を特徴づけ、様々な阻害剤を比較することができる。この画像は、最初の3種類の SARS、カブプルプロ阻害剤を構成する主な分子の構造と、そのタンパク質に対する IC50 値を示す。要約すると、これまでに発見された最も強力な阻害剤は、阻害剤24を含むナフタ連系阻害剤である。 これらの阻害剤の効力は、SARS ブプルプロに対する阻害剤の設計に成功したことを意味し、抗ウイルス活性を備えることは、将来の他のコロナウイルスに対しても同様の特性を持つ阻害剤を設計できる可能性がある。SARS ブプルプロタンパク質の結晶化プロセスは難しい技術であるため、阻害剤を用いてこの酵素を結晶化することはほとんど不可能である。 それでも、ロボット技術を使用することで、タンパク質から阻害剤複合体の結晶を得ることが可能であった。その結果は、結晶化条件は阻害剤ごとに異なり、このような結合は再現性がなく、新たに開発された、阻害剤を使用した SARS 株プルプロの結晶化には適用できないことが分かった。サーズカブマイナスにプルプロの定義サーズカブでは、プルプロタンパク質が ウイルス複製の重要な役割を果たしているが、SARS 株マイナス2でも、ウイルス複製の機能を担い、ウイルスの拡散を可能にする、ウイルスタンパク質、SARS 株マイナス2プルプロが見つかった。SARS 株マイナス2プルプロと、SARS 株プルプロの構造的同等性、COVID-19 対策の重要なポイント SARS 株マイナス2プルプロは、SARS カブプルプロと83%同一であることが分かっている。さらに、両方のタンパク質の活性部位の形状は非常によく類似しており、すべての重要な触媒残機は2つのプロテアージュで実質的に変化していない。この2つのタンパク質がほとんどの構造上の特徴を共有していることは、SARS、カブプルプロ用に開発された阻害剤は サーズ株 -2 プルプロにも有効で、その結果、サーズ株 -2 のプロテアーゼ活性と、細胞内での複製能力を阻害する、可能性が高いことを意味する。言い換えれば、2つのウイルスプロテアーゼの構造的、類似性により、サーズ株プルプロ用に、すでに開発された、阻害剤を、COVID-19 を引き起こすコロナウイルスに関連する、タンパク質に対して使用し、 同じ目的のために、他の阻害剤を合成する際の参考にすることが、できる。SARS 株 -2 プルプロ阻害剤左から順に、ナフタ連携阻害剤772万4772の構造とその IC50 値、異なる阻害剤と阻害剤24のアナログを得るために、収縮された分子の領域を丸で囲んだ構造、及び SARS。 株プルプロを阻害する強力な能力を示す様々な測定結果を示す画像。15年前から多くの研究がプルプロ阻害剤の開発に焦点を当ててきた。その結果、天然元素からナフタレン化合物まで幅広い反応性化合物が発見された。これらの種類の中でナフタレン化合物はプロテーナーゼ阻害の有効性が最も注目されている。 阻害剤のグループである。最近の研究では、グレール0617が SARS 株マイナス2プルプロ、活性を IC52.2 プラスマイナス 0.3mUM で阻害できることがすでに明らかになっているが、これは SARS 株阻害剤24が SARS 株プルプロに対して開発した効果よりも優位に低い。その結果、グレール0617は、 カブプルプロの最も有望な阻害剤の一つとして、また、両方のタンパク質の原子レベルでの阻害機構を研究するための興味深い手段として言及されている。ありがとうございます。